どうやらこのまま鏡の中に入りそうだ。キア、今行くぞ。おいおい、どうして？キア、アリオさん、ベル、ようやく着きましたわね。ベル、どうして、どうしてあなたがそんな場所にいるの？簡単なことですわ。大いなる至宝を受け継いだクロイス家の末裔として当然の責務を果たしているだけのこと。大いなる至宝、まさかリベールに出現したというオーリオールと同種の話が早いですわね。遥か昔エイロスが人間に授けたセプトテリア、そのうちの一つを我が一族は受け継いできたのです。まあ1200年前までです。わけがわからねえんだが不幸な出来事によってエイドスの司法は失われたのです。その結果クロイス家の始祖は何としても司法を取り戻すため途方もなく遠大な計画を構想し、このクロスベルの地に巨大な式を構築することになりました。巨大な式、動力ネットを使った不可解で巨大なシステム。ええ、現代の動力技術とクロイス家の錬金術を融合させて生み出された魔導科学、それによってようやく実現できたバカバカしいほど巨大な式ですわ。魔導科学による式、それに錬金術って。そうか、そういうことだったのか。かつて星見の塔を建造し教団に技術を提供していた錬金術師たちの集団、あれはあなたたちクロイス家のことだったんだな。でもそう考えると辻褄が合います。それじゃあキーヤちゃんが眠っていたあのゆりかごというのも。もちろんクロイス家が教団に提供したものですわ。彼らに信仰対象を与え気持ちよく働いてもらうために。それじゃあやっぱり DG 教団というのは。クロイス家の目的を達するために影から誘導された。傀儡というわけです。もっとも彼ら自身にその自覚はなかったでしょうけど、おおよその背景は飲み込めていただけたかしら。ああ、ちなみにこちらのアリオスさんは我が一族とは関係ありませんの。今回私たちの計画に賛同してくださった頼もしい協力者というわけです。アリオさん、あんた正気か、こんな妄想じみた話に。
妄想じみた話か。確かにその点については俺も同意見だ。まあひどいですわね。だが彼らにその力がありこの状況を変えられるならば、俺はいくらでもその幻想に付き合うだけだ。たとえエイドスの意志に背くことになったとしても。そんな、一体どうして。正直途方もない話ばかりで、まだ整理できていないけど、ただこれだけは言える。その妄想にキーヤを巻き込むのは断じて認められない。キーヤ、戻ってくるんだ。何をそそのかされたのか知らないけど、キーヤはキーヤだろ。そんな辛そうな顔をして、そんな椅子に座ることはないんだ。ないの。キーヤさん、あんな風にロイドさんは言ってますけど、どうするつもりですの。キーヤ、どうしたの。希望、迷うことはねえ。いつもみたいにロイドの胸に飛び込んでこい。それが一番お前にとって安心できるんだろうが。なんで。そうね、事情はあるのだろうけど、それ以上に大切なことは絶対にないと思います。ウロボロス、やはり彼らとつながりが。お互い協力関係を結んでいるだけですけど。皆さん、もう準備はよろしいのかしら。もちろんだとも。満足してもらえる性能に仕上がっていると思うよ。金の準備もできています。あとはそちらの鍵を回すだけ。彼らが納得するまで待っててもいいんだけど。そろそろ時間切れみたいだよ。あらあら、来るか。な、何を言っている。何が時間切れだってんだ。決まっている。帝国軍と共和国軍の侵攻だ。せっかくだから実況するとしましょうか。
来やがったか。しかし警備隊の戦力では食い止めようが。それを覆せる鍵が彼女というわけだ。ディーター大統領。おじさま。結社の諸君、計画への協力感謝する。ベルニー、アリオス君もどうやら予定通りのようだね。ええ、ここまでは。あとは彼女に委ねるしかありませんね。聞いた通りだ、キーヤ君。もう分かっているのだろう。この事態を何とかできるのは君しかいないということ。つけるがいい。ガイア、俺、セルゲイさんが越えられなかった壁、それを乗り越えられる力がお前たちにあるのかを。ビビんな。俺一人だ。なんとか勝機をつかめれば。AO システム全開、目標を撃破します。お前たちの全力見せてみろ。この勝負絶対に負けられない。
任せろ。私の番ね。行きます。キリ、裏早く。俺の番だ。よし。タッ。私の番です。分析を開始します。情報を入手しました。助かりました。俺の番だ。キリ、裏早く。俺の番だな。やるな。そこだ。せっ。任せろ。はい。風間く光よ、我が剣に集え。空中鉄砲。俺の番だな。移送空間にアクセス。絶対衝撃の個別展開。ゼロフィールド。任せて。風よ、我が力となれ。任せろ。キリ、裏早く。そこだ。
くれ。よもやここまでやるとは。チャン！私の番です。リミットを解除します。まだまだ未熟。みんな、怪我はない？よし、やったぞ。やったわ。もうごまかせねえ。やった！どんなもんだっつーの。驚かせてくれるものだ。これならば本当に俺たちを超えられるかもしれん。アリオスさんから気配を感じません。セミ、しまった。ミノカタ、ハヤテ、ザン。みんな峰打ちでしょ。集中力を途切らせたらうまくいきませんわよ。
ちゃん成功しましたわね。失われし幻の司法の再現。いいえ、それすら凌駕するゼロの司法の誕生ですわ。ゼロの司法。なんだそりゃ。ロイド、みんな。キア、本当にキアなのか。わかりましたわ。アリオスさん、ここはお任せします。承知した。キア。おい、どこに。ごめんね、今までありがとう。大好きだよみんな。と呼ばせてもらおう。よくぞ再びこの世界に現れてくれた。クロイス家の現当主としてお迎えできて光栄だ。お父様、挨拶はそのくらいで、そろそろ彼らからの贈り物を受け取りませんと。おお、そうだったな。ようやく私の努力も実を結ぶようだね。大いなる司法を継ぐ者よ。ウロボロスのマスターに代わり、御身の権限をことほがせていただきます。ささやかながら献上品を用意しました。どうかお受け取りあれ。ありがとう。こちらも資金面でいつも助けてもらっているからね。
ボルデアス級の運用データがそっくり使えたのも大きかった。それに今回の件についてはマスターの意にもかなうこと、仮に思う必要はありません。なかなかの太っ腹ですわね、キーアさん。それではお願いできますか。第五機甲子団が壊滅しただと信じがたいことですが、巨大な人型が現れて全てをなぎ払ったと。何よバカな。まあいい、そっちがその気ならばこちらも容赦はせん。列車砲起動、目標クロスベルシ。せめてもの情けだ、民間人の密集地は避けてやれ。よっ。
りゃすごいや。ゼロの手法、よくぞ言ったもんだね。ゴルディアス級最終型を3体も同時に、しかも奇跡の代行者として自律行動させられるとは。これはあの方にも良い報告ができそうだよ。確かに大したもんだ。まあ最初ですとこんなものかしら。今この瞬間をもってクロスベルは聖地となった。帝国と共和国という列強を退け、大陸全土に新たな秩序をもたらすための拠点に。我がクロイス家の理想と正義を世界に広めるための中心に。私たち夢でも見ているの？残念ながら現実みたいです。その通りだ。奇跡の後にも現実は待ち受けている。いたぞ！アリオス長官、ご無事ですか？ミシュラム一帯は国防軍が制圧しています。どうかおとなしく投降してください。ノエル、お前どうして。ご苦労シーカー将尉、私はオルキスタワーに戻る。彼らの拘束は任せたぞ。了解しました。待ってください。一つだけ、どうか一つだけ答えてほしい。もしあなたが数年前から彼らに協力していたのなら、ガイ・バニングスを、兄貴を殺したのもあなたなのか？